大家好，今天我们很高兴可以访问到日本新世代人气女歌手 Millet 小姐。因为今次是第一次 Millet 来香港，她第一次昨天就去了 View TV 六超 Club， 我想问一下她的感觉 是怎样，第一次在香港电视台出席音乐节目。初めて香港に来て、ずっと来たくて、実はコロナ前に旅行のプランも立ててたんですけど、コロナのせいでできなくなってしまって、なのですごい念願かなっての香港になりました。それで初香港でまさか テレビにも出られると思ってなかったので。たくさんのファンの方に囲まれて歌えてとても幸せでしたし、今日はこの後クロッケンフラップで、海外初フェスが、この香港 のずっと気になってたクロッケンフラップっていうフェスなので、ちょっとようやく香港の皆さんに会えるのもとっても嬉しいですし、なんか昨日の感じとかちょっと窓の外から見ててもうすっごい盛り上がってたので、もう本当もう 今すぐ歌いたいみたいな感じです。そうですね、もうイメージは結構未知の感じというか、いろんな文化がカルチャーが混ざっているようなイメージだったんですけど、実際来てみて本当にそう感じますし、街並みもそのちょっと洋風なというか、ブリティッシュな感じもありつつ、アジアのエキゾチックな感じもあって、すごくもう歩いてるだけで楽しくて、昨日はセブンイレブンに行ったんですけど、セブンイレブンいるだけで楽しくて、もう店員さん何言ってるのか分かんないし、とりあえず電子レンジ入れてみたいなジェスチャーするけど、もう分かんないし爆発音聞こえるし食べ物からもうすごい怖かったけどでもなんか全てがすごい新鮮で楽しくて、人も優しくて、思ってたよりもすごく笑顔が皆さん多くて、楽しくて、皆さん賢くて、で英語も通じるし、すごく過ごしやすくて、もうこの数日だけで帰っちゃうっていうのが本当にもったいないなって、またすぐ来たいなって今思ってます。やっぱりすごく気になっていたところでこのライブができるっていうのはすごく嬉しいですし、日頃日本にいる時から SNS とかでたくさんの本当に香港の方がメッセージを送ってくださって、日本でやっているライブにも香港から来たっていう方もいらっしゃるぐらい、すごく香港にはなんかちょっと自分でも特別な思い入れがある場所なので、初めてのフェスで歌えることが嬉しいですし、その昨日も空港とかテレビ局でたくさんファンの方が待っててくれて、もうすごくエネルギッシュで愛を届けてくれようとまっすぐですごく嬉しかったので、なんかそんな方たちに向けて歌えるのが今日はもう最高に楽しみです。もうすごく楽しみで、セットリストもザ・ミレーっていうような感じで、香港のチャートでミレーの人気な曲をしっかり調べて、一緒に盛り上がりたいなと思って、もうそのチャートトップ10みたいな曲セットリストで今日は挑んでいきたいので、でも初めましての方にもなんか自己紹介代わりになるようなライブができればなと思っています。とにかくもう音楽には国境がないって思えるような一体感で楽しめたらなって思っています。何時開始觉得有一种我想创作我想写歌 的冲动或者意识我想做。もともとはそのクラシックが好きでフルートを演奏していたんですけど、なのでオーケストラに入りたいという夢があった時期もあって、なんですけどそれを諦めて、ある友達にミレちゃんは歌った方がいいって背中を押してもらって歌を選んだんですけど、その時に自分で曲を全く作ったことがなかったので、初めて出会ったプロデューサーに、これからの時代は自分で曲が作れないとダメだよって言われたので、もう初めてスタジオにポンと放り込まれて、じゃあ曲作ってくださいって言われて、それからが初めてのチャレンジだったので、自分でやりたいと思ったっていうよりは誰かにやってみなって促されたのが、きっかけだったんですけど、その即興で作るコライトとかセッションっていう形がすごく自分には合ってて、準備をしなくていいっていう楽さとか、1日で曲が完成するっていうこととか、思ったものが思っていた気持ちとか感情がそのまま嘘偽りなく曲にできるっていうのが自分にすごい合ってるスタイルだなって今思います。インスピレーションはもうあらゆるところから、今 この景色からもいろいろ思い浮かんできます。本当にアジアと洋風の文化の
ミックスとあとなんかいろんな言語が飛び交っていて、それもまたなんかあのこの広東語ってまた他のね、あの言葉とちょっと違う響きがあったりして、すごく難しいけどこの広東語ってなんか歌歌ってるみたいに私聞こえて芸術的だなって思うんですよね。なんか皆さんがここで話してるのを聞いていつか曲にできたらいいなと思うけどね、ちょっと細かいニュアンスが違うだけで意味が通じなくなるのがあの怖いなとも思います。で、私は結構そのインスピレーションは自分の夜見る夢とかからも得ることが多くて、ナイトメアを見たり、あとはもうすごい大切な人があの夢に出てきたり、もう会えなくなっちゃった人が夢に出てきたり、なんかその景色をあの夢から覚めて、あのピアノに向かってで歌う、そしたら曲ができるみたいなことも、よくあります。なのでなんか見ているものをただの景色としてじゃなくて全てをなんか曲に落とし込もうって思うと、あのもっと景色がすごい繊細に見えてきたりすると思います。であとは、なんだっけ、儀式。ライブ前はものすごく緊張するタイプなので、まず体をほぐしてストレッチをして、あの自分でヨガマットをいつも持っていたりするので、それであの入念に、体を整えます。でそしたらもうあとは楽しむだけって思って、緊張緊張って思わないで楽しむ、エキサイトするっていう、そういう気持ちで挑むっていうように自己暗示をかけるっていうのがルーティンです。他自己本身有没有一些喜欢的偶像歌手或乐手，是为什么？尊敬している人は日本人の歌手の女性でサリューさんという方がいて、私は彼女の歌声があの日本の女性のシンガーの中で一番好きなんですけど、あの歌手になるって思ってから彼女の歌声を真似して分析して、どうやったらこんな風に歌えるんだろうって思いながら何度も練習したけど、結局絶対にこの声にはなれないって思って、自分のオリジナリティをもっと追求しようって思った、人です。なんかもう彼女の歌声は聞いたら本当にわかると思うんですけど、もう天国にも連れて行ってくれるし、もう誰もいないような湿った沼地にも連れて行ってくれるような、そんなあの自由自在で天使のような歌声も地響きのような歌声も、歌えるような人なんですね。で私もそんな彼女の声は出せないけど、そういった表現の広さみたいなものは身につけたいなと思っているので、歌手としてはとっても、尊敬しています。